はい、えー。皆さん、こんにちは。えっ、ー、と、まあ、前回まででナイキストの安定論という、まあ、いわば制御工学の最大の山場のところを皆さん無事に乗り越えてきたところですけれども、えー、このあたりでまた、あの、一旦状態方程式メインの話に戻りまして、で、それでま、このまま楽器の最後まで行きたいと思います。で、えっ、ー、と、まあ、ナイキストの安定論なんかに代表される古典制御というのもですね、まあ、伝達関数ベース、周波数応答ベースの制御理論っていうのは、 えまあ古典っていうふうに名前ついてるんですけどもあの、まあ、特に小学生にとってはとっつきにくいところが多かったんじゃないかなというふうに思うんですよね。でこれは一つにはですね、えっとまあ、やっぱり古典制御っていうのが現実に向き合うであるとかあの、えっと、経験とかですねそういったものにかなり裏打ちされてるところがあるからだと思うんですよね。あの、まあのま もともと Watt の蒸気機関以来こうせ世界中の制御のエンジニアが長い時間をかけて向き合ってきたえ制御対象の扱い方っていう,こう経験がですねあのふんだんに盛り込まれてえ巧みに出来上がってきたのが古典制御の考え方です。ですのでもともと制御し,しようと思って苦労した経験がないとちょっとピンとこないところがなかなかあったと思うんですよね。初学者のののの人ににとっててははそそここがまハードルななるのでで講講義義りもえ体験講義なんかを通じて あのなるべくあの制御したいと思った時に何が起こるかってことをあの分かってもらうように話をしてきたつもりですけれども、まあ、いずれにしてもあのやっぱりその気持ちがですね制御した経験とか苦労した経験がないとなかなか分かりにくいところがあったんじゃないかと思います、まあ、そういう意味であの古典制限のことよく私はあの「いぶし銀の制御理論」と「あのえーまあ、こう水」も「甘い」も噛み分けてくるとなんかじわじわとあ,のありがたみが分かってくるような制御だなというふうに思ってるんですけどはい。で 一方でですね、これからまたあの再開する状態報式メインの話というのは、えー、これはちょっとまた対極的なあのイメージがあるんですね。えー、とこちらはあの、えーとまあ、数学さえきちんと分かっていれば非常にこうスパッとクリアーにあの分かり尽くすことができます。まあ、どちらかというとこう、まあ、理想主義的なあの若者の制御理論のような理想に燃えた若者の制御理論のような趣がありますけれど。 えーまあ、あの数学がきちんと分かっていれば全て、えー、見通すことができますので、まあ、極端に言うと、まあ、制御工学が分かってなくても数学が分かってる人ならある程度理解できるというところがあ側面があるかなと思いますもちろんあのちゃんと古典制御も現代制御もきちんと結びついてますけどねで、えーとまあ、そういう意味でですね、えー、まずちょっと再び言っておきたいのは、えー、この講義で強調している、まあ、数学の道具立てですねあの4種の神器 えー、この4つあの皆さん準備はよろしいでしょうか一つでも刃こぼれしてるものがあったらあの今のうちにきちんと鍛え直してください。でこの辺りきっちり押さえてさえいればですね、あのー、制御理論はパーフェクトに理解できます。一点のの曇りもなく一つの迷いもななくくつ迷い あのスパッとロジカルにつながった理論として理解できますしえなんか暗記しなきゃいけないことってのもほとんどありませんから非常にあのクリアに理解できますのでえそのあたりのですね制御理論の美しさってのもえ味わってもらえるようになればいいかなというふうに思っています。はいえーそれではえっとまあちょっとあの復習ですけれどもまあ状態方程式メインの話をこれからやっていきます。 で伝達関数の時には主にこう入出力関係のところに着目してたんですよね。だから、まあ、入力から出力の関係ということで内部のところで隠れているものがあると外に見えてこないことがあるから隠れているものがないかどうか内部安定性とのギャップっていうのが後から気になってきたというふうな流れで話をしてきました。で一方で状態方程式ベースの話っていうのは初めから内部状態っていうのを考えますから。 あの隠れているものはないんですね。最初から全部中を暴いた状態で必要な信号を全部用意した上で話をします。なので、中で起こっている状態の振る舞いということの方により直接的なフォーカスが当たるということになります。はい。で、えー、っとですねあの、状態方程式の解の導出ってのをあのをもう一回こう数学的にスパッとおさらいをしておきたいと思います。 えー、状態方程式ここから始めますね。x=ax+bu=cx。u が入力で y が出力なんですけれどもどちらかというともこの x がどう振る舞うかということの方に着目していきます。初期状態が x0 でこれは n 次元の定数ベクトルですね。それから入力 u というのが時間関数で abc はそれに対応したサイズの定数行列になります。 でまず解って何ですかと状態方程式の解って何ですかというと初期条件が与えられて、えー、入力の関数基地の関数が与えられた時に、えー、時間に沿って xt がどう発展していきますかというのを求めなさいという常微分方程式の初期値問題になるわけです、うん、はいそれで、えーとまあ、この辺の,あの信号のサイズですけれどもえっ、ー、とまあ 状態方程式というのはですねあの多入力多出力も一,旦一般にこう統一的に扱うことができますから一般には全てベクトルですベクトル値の時間関数です U が、まあ、制御でよく使う記号としては U がスモール M 次元、えー、状態 X がスモール N 次元、えー、出力 Y が状態 P 次元と、えー、なりますで、えー、とそうするとそれに対応した ABC 行列のサイズっていうのは、まあ、A が N×N の正方行列ですね状態のサイズ B っていうのは入力から状態ですから、えー、と行の数が状態と同じ N 列の数が入力と同じ M で一般に入力の方が状態より少ないですから縦長の行列になりますそれから C の方は出力から状態を出してくる行列ですのでこれは P×N ですね行数が出力列数が状態で一般には横長の行列になりますで、まあ、ここでは省略してますけれども 入力から出力への直達項ということでここに DEU のが加わるここともあります、はい、この場合は、まあ、あの伝達関数直した時に定数項のあるプロパーな伝達関数になります。はい、で、えーとまあ、あの一般にこう書けるよということは意識しておいた上でですねあの授業の中では、まあ、簡単のために1入力1出,1出力シングルインプットシングルアウトプットの SISO システムというのを、えー、扱っていきますので、えー、入力と出力はスカラーです。 ですから、えー、A のサイズは同じで、えー、と B と C はそのまま列ベクトルと行ベクトルになります。はい。で、えー、と解ですけれども、えー、皆さんあの前半の方でもやったと思いますがあの、この入力に対してどんな状態が、状態の解がどうなるか、その状態に対して出力がどうなるかってのが、こんなふうにもうあの t の関数として与えられてるんですね。x イコール、えー、e の atx0 プ,プラス、 E の AT と B の AT B BUT とと畳み込み込積分いいう形になっていますで x が分かってしまえば y はその x にこう u をかけるだけ、えー、と c をかけるだけですからこんな形になってるというわけですね。はい、で、えー、とこの式の形で、えー、すぐに分かることといいますのはこれは x0 が関わっている第1項と入力 u が関わっている第2項にきれいに分かれてるんですよね。 でこの第1項の第項方を初期値応答と言います、えー、初期値 x0 があった時に入力と関係なく振る舞う部分入力がなかった時に x0 からスタートして振る舞う部分っていうのがこの第1項です。で第2項の方は初期値と関係なく入力だけで決まる項ですねだから初期値が0だった時に、えー、入れた入力に対して出てくる応答ということで0状態応答っていう言い方をすることもあります。 で、えっ、ー、と、伝達関数を考えるときには、いつもあの初期状態を0と置きましょうって話をしてましたよね。だから、こっちを、えー、無視してですね、こっちの第2項の方に主に着目して見てました、えー。入力から出力への応答、初期状態が0の時の応答というのを見ていました。で、えっ、ー、と、ここからはですね、状態の振る舞いの方により着目するために、えっ、ー、と、しばらくはちょっと入力の存在を忘れて、初期状態に対する応答というのを見ていくことにしましょう。 さて、えーと、この状態方程式の解なんですけどどうやって出したかってことをもう一回ちょっとおさらいしておきますねはいえっ、ー、といろんな解き方がありますけれども一番簡単なのはやっぱりラプラス変換を使うことですヘビサイドの杖ですね、えー、この行列微分方程式という行列の常微分方程式というものを解くにあたってラプラス変換をすると全部代数的な演算で扱えるようになっちゃうというのが素晴らしいところです、えー x はベクトルですね、状態変数なんでベクトル x1 から xn っていう n 個のスカラ値関数が縦に並んだものです全部時々刻々変わりますでこの微分方程式を解くに当たってもうこれを丸ごとラプラス変換してしまいましょうこれベクトルなんですけど、えー、ともうそれぞれ各要素ごとにラプラス変換したと思って xt に対して大文字の xs っていうのは各 x1 から xn っていうのをそれぞれラプラス変換したものというふうに思ってくださいよろしいでしょうか でラプラス変換のすごいところってやっぱりこの線形性というのが成り立っているところなんです。ラプラス変換の8つある性質のうち1番目の線形性ってのうのありましたよね。あんまり当たり前すぎて、あのー、ありがたみを感じにくいところなんですけどこれがあるおかげでこのベクトルと行列で,できた微分方程式っていうのも自然にラプラス変換で扱えちゃうんです。これめちゃくちゃありがたいことです。これ両辺ラプラス変換しますね。そうするとこれ微分しているので s かけて初期状態引くと。 いうこ,とこれスカラーじゃなくてベクトルになってますけどそれでも全く同じようにできるわけなんです。で S は、えー、スカラーの複素変数ですね。えー、この XS っていうのはこの X を、えー、ベクトルごとラプラス変換したもの。初期状態ベクトルも縦ベクトルの、えーとえー、定数ベクトルですね。でここですね、ここ。ここの線形性が効いてます。AX っていう行列とベクトル X をかけたとこですけどもこれのラプラス変換っていうのも。 えー、ラプラス変換したやつにそのまま行列をかけるだけです。これ線形性が成り立ってるからそのままこんなことができるんですね。BU も同じです。U をラプラス変換して、こっちはスカラーですけどね。U をラプラス変換して、そのまま B をかけただけです。はい。よろしいでしょうか。これが、まあ、ラプラス変換の線形性のおかげでできちゃうありがたい操作です。それで えっと私の版の書の中でよくこういうですね箱がたくさん出てきます。これ便利だと思うのでぜひ皆さんもやってください。あの制御の話ってベクトルとか行列がたくさん出てくるんですけどいつでもサイズに注意しておくことが大事です。で例えばこれち、えー、っちゃい箱はスカラーですね。s とか u とかってこれ全部スカラーのサイズなんでちっちゃい箱で書いてます。それから状態ベクトルとか えー行列 B とかっての全部これ縦列ベクトルなんでこうやって縦長の箱で書いてますね、えー、行列 A は正方形列ですでこれやっとくとあのサイズミスがなくなりますでこことこここのサイズでかかってたらおかしいよねみたいなこともすぐ気が付くので是非、えー、皆さんにはこの箱を書く癖をつけるのをおすすめしますよろしいでしょうかはいこれ例えばあの順番逆だったらおかしいってすぐ分かるんですよね列ベクトルの右から行列かけるってことできませんから ちゃんとこの順番で並んでないと掛け算できないよねっての分かりますしこここの式全体としてはこれ縦ベクトルの文脈ですよね全部これかけた結果はこれ全部列ベクトルで列ベクトル同士の足し、えー、算引き算等式ってことになっていますはい、えー、それでまあこうやってラプラス変換するとこれが得られましてあと何がしたかったかっていうと、えー、XT がどうなるかを知りたいんですねでそのためにまず一旦この XS について解くと いう,ふうにしますそうするとこれ、えー、左辺に xs ス集めてくると、えーまあ、sx-ax なんですけどこれえっ、ー、とここ行列正方行列 a がかかってますねここらスカラーの s がかかっているのでサイズを合わせるためにここのところ si にします。i というのは a と同じ n け n の単位行列です、えー。ですから si っていうのは単位行列で、えー、各対角成分に、えー、と s が入ったお格好になるというわけですね。はい でこれ x について左辺まとめるとこうなりました。で右辺にそれ以外のやつを持ってくると、えー、初期状態のベクトルと,、えー、と入力ならプラス変化っていうふうになるということです。でここまでくるともうあと x を求めるのはこれをですねひっくり返せばいいんですよね。えー、両辺をこれで割りたいんですけどここ行列です正方行列ですからその逆行列を左からかけます。 そうすると s i i n インバースという形が出てくるということです。これ、えっ、ー、と、いいでしょうか。これ xs ですね。求めたいのは状態 x の解 xt なんですけど、それをラプラス変化した xs が今求まりましたということです。えー、行列のサイズもちゃんと全部合ってるの分かりますか正方行列の右から列ベクトル、それにスカラーかけてるということです。で、この si-a のインバースっていうのがむちゃくちゃ大事です。むちゃくちゃ大事。 これをですね A のリゾルベントっていうふうに言いますで実体は何かっていうとこれ s i a ですね Si は対角要素に複素変数の S が並んだ対角行列でそれをそこから A を引いて逆行列を取ってるので複素行列なんですよね各要素が複素数の行列であるようなそういう S の関数ですよろしいですか複素行列なんですね でえー、とその Si−A の、まあ、インバーストルムマイのこの行列式っていうのが、えー、と A の、えー、特性多項式というものです。これは、えーと A、S, S に関する多項式で、えー、一般に N 次です。一般に N 次。N×N の実行列 A の、えー、特性多項式っていうのは S の N 次の多項式で、えー、係数は全部実数です。 分かりますよ、ねまあ,あのやってる演算は全部この a の要素をこうこねくり回してるだけですから出てくる係数は全部実係数ですね。はい、で、えー、とこのまああの fas が、えー、と0になる時っていうのがこの逆行列が取れなくなるところってことになりますよね。で、えー、そうなるような s のことこれつまり fas という s の多項式の根 fas=0、えー、イイの解っていうのが、えー、何を隠そう a の固有値なんだということです。 よろしいでしょうか。えっ、ー、とまああの、えー、線形代数の本なんかだとこの S の代わりにラムダと、ラムダイマイナス a と書いてることの方が多いかもしれませんね。まあ、制御だとこれがラプラ線間の S にそのまま結びつくので、もう S と書いてることの方が多いです。はい。ということをまあ復習した上でですね、えー、何やりたかったかっていうと,、えー、と、状態方程式の解を求めたかったので、xt を知りたいということで、今ここで xs イコールの形まで求まりました。 であと最後これを逆ラプラス変換すればいいということなんですけど、えー、ここもでもやっぱり線形性のおかげでですね、えー、この x0 は縦の定数ベクトルですねここに、えー、この正方複素正方行列の逆ラプラス変換をかければいいということですこれも行列ごと逆ラプラス変換しちゃってるんですけど要するにも行列の各要素を逆ラプラス変換するっていうことですねはい でこのリゾルベントの逆ラプラス変換って何ですかって言われますとそれがもう何を隠そう行列数関数とこれまでも何回も出てきてるこの人だったということなんですね逆に言いますと行列指数関数っていうのは A の行列数関数はラプラス変換すると A のリゾルベントになりますこれすごくないですかこれは僕あの見るたびに感動するんですけどめちゃくちゃ美しい公式だと思うんですよね。はい、行列数関数ラプラス変換したらリゾルベントになるんですよ。 全然こう違う t と s の世界っていうのがこう結びつけられてるんですけどで、えーとまあ、行列数関数って皆さんあのなかなか最初苦労したかもしれませんねこの指数関数の右肩に行列なんか乗っけちゃって大丈夫なのって思うかもしれないんですけど、まあ、一番簡単な定義は、まあ、スカラーの場合のこの定義をそのまま拡張したと思えばいいですね、えー、スカラーの e の at っていうのは、まあ、これマクロリン展開したのと同じもんですけどこうやって級数和の形で1プラス at プラス えー、AT ののプラス…っていう,ふうに、えー、壁上の和で書けますよねでこの、まあ、1のところを単位行列に行列サイズに置き換えてこの a っていうのを全部行列 a に置き換えるとそのままこの定義になります、まあ、これが行列数関数の定義だとして、えー、スタートするのがいいんじゃないかなと思いますでそうするとこの、えー、っと行列数関数ラプラス変換したらリゾルベントだっていうのは実はこれの一般化なんですよね数数関ララプラス変換したら s-a の1、s-a 分の1じゃないですか。<laughs> ってことは、これ s-a のインバースなので、それをそのまま n×n の多次元サイズに拡張したのがこの公式だということです。もうこれ、めちゃくちゃ有用かつ美しい公式ですので、もうぜひ皆さん頭に叩き込んでいただきたいと思います。はい、えっ、ー、と、じゃあこのあたりでちょっとですね、行列関数が、あの、 えと満たすたくさんの美しい性質がありますのでちょっとこれをあのおさらいしておきたいと思います。まあ、この先いろんな場面で使うこと多いと思いますのでまあその都度また参照していただけたらと思っています。えー、とまずちょっと基本的な性質としてこの行列数関数っていうのはえここに書くような行列微分方程式の解でもあるって性質があるんですね。まあ、ちょっと分かりにくいかもしれませんが p.ap っていう微分方程式があるんですけど。 この未知関数にあたる P っていうのはこれ行列です行列時々刻々変わる n けるの,の行列値の時間関数になっていますでこれを満たす PT っていうのが文字通り E の AT なんですねこれ E の AT ここに入れて実際微分して確認してみるとすぐ分かるんですけど E の AT 微分しますよねそうするとさっきのこの,この定義を持ってきて i プラス at プラス点点点点を時間微分します。そうすると、まあ i は消えちゃいますね。で、t 微分すると a になりますね。で、2の解乗分の t 次乗って微分すると、えっ、ー、と、a 次乗 t になりますね。っていうふうに、全部、あの、後ろの項が一個ずつ、こう、前に、こう、順繰りにシフトした格好になります。で、えっ、ー、と、そうすると、これまた、あの、えっ、ー、と、 指数関数関ののの元の定義の形と似てくるんですね。これ全体を A でくくってやると、A でくくってやると、括弧の中にまたこの E の AT の定義出てくるんですよ。ということは、もともとこう置いた、えー、と E の AT そのものですから、えー、P ドットイコール AP というのが成り立ってますねということになります。それからこれ、えっ、ー、と、行列のあの、えっ、ー、と、べきですからね。 これ A でくくるときに右側から A でくくっちゃったっていいわけですのでそうするとこれ P ドットイコール PA の解でもある P ドットイコール AP の解でもあるし P ドットイコール PA の解でもあります。まあ、これはもともと普通の指数関数っていうのが P ドットイコール AP の解っていうのの自然な拡張になっています。でこのあたりをちょっと頭に入れていただいた上で、えー、ちょっと一覧にしておきましたけれど、えー、基本性質をちょっと押さえておきましょう。 えっとまず E の AT というやつは T=0 の時は単位行列です。これも普通のスカラーの場合に指数の右肩に0が乗ったら1だっていうのがありますよね。それの自然な拡張です。まあ、定義見てもらえばわかりますけど T が0だったらここから後ろ全部0になりますから右肩が0の時は行列指数関数は単位行列に他ならない。 それからですね、行列数関数っていうのは、いつも正則なんです。いつも正則。どんな t に対しても、これは正則になっています。だから、いつでも、えー、と、逆行列が取れるんですね。でしかも、e の at の逆行列っていうのは、この、まあ、あの指数部分のところの符号を変えたもの、a をマイナス a に変えたと思ってもいいし、時間を逆時間にしたと思ってもいいですけども、えー、逆行列っていうのは、こう、時間方向に反転したのと同じものということになります。 それから、えー、とこれが今の,あのこの関係式から出てくることなんですけれども、E の AT と A は、えー、この2つの行列は可感です。つまり、えー、右から A をかけても左から A をかけても同じです。同じです。まあ、なぜそうなるかというのは前のこのスライドで見てもらったとおりです。はい。そしてえーと もう1つですね、指数関数なので指数法則が成り立つんですね指数法則っていうのは指数の部分に乗っかってるやつの和っていうのは掛、えー、け算に分解できるよというこの a かっこ t プラス s っていうまあすみませんこの s はあの複素関数の s じゃないですよ、えー、と実数 t と実数 s の和っていうのがこの右肩に乗ってたらこれは e の at、e の s っていうふうに、えー、分離して書くことができますよということですね、えー、それからここはあの入れ替えても 変わりませんもちろんこれ t+s プラスと s+t プラス同じですから、えー、逆の順番で書いても同じですでこの指数法則とっても大事なんですけれども、えー、とよくですね引っかかりやすいのがここなんですこれわざわざ書いておきましたこの e 語は嘘ですいいですか E の括弧 A+Bt が E の ATE の Bt になるっていうふうに分解しちゃダメですダメです A も行列、B、も行行列列 B なんですけど E、えー、E の AT e の AT BT という,ふうに分解することはできません指数法則が成り立つのはこのスカラーの、まあ、時間にあたるところですねスカラーのところに関して指数法則が成り立つんだけど行列の部分に関しての指数法則は成り立ちませんので、えー、十分注意してください一般に成り立ちません、えー、もし成り立つとすればそれは A と B がもともと果敢な時つまり AB=BA を満たす関係の時は成り立ちますけど一般には成り立ちませんので、えー、十分注意してくださいここも引っかかりポイントです はい、えっ、ー、とじゃあちょっと戻ってきましてえっ、ー、と行列数関数ちょっと例題一つやっておきましょう、まあ、今までもあの何度も散々やってると思いますけど一応復習ですはい、えー、1234みたいな行列があった時にえっ、ー、とまずリゾルベントを求めるにあたってまず Si マイナス A やっておきましょうねえっ、ー、と Si っていうのが S00S っていう対角行列でそこから A を引きますと、まあ、こんなふうになりますねでえっ、ー これのまず特性多項式を求めると、えー、これの行列式ですから、えー、こことここをかけて6を引いて s2 -5s-2 乗 S 2ということです。これはまあ因数分解できるのでえっ、ー、と S マイナスラムダ 1S マイナスラムダ2というふうに書いてもいいでしょう、はい、その時のこのコンっていうのが、えー、ラムダ1プラスあごめんなさい、えー、と2分の5プラスマイナスルート17ですから、まあ、それぞれをラムダ1ラムダ2というふうに置いておきますよろしいですかね でえっと、もう皆さんですねこれからの行列が出てきたらもう反射的に特性多項式求めて固有値求めておいてもいいぐらいじゃないかと思いますどうせどんな解析でも、えー、この辺っていうのは使うことになりますさあ、えっと、それで、えー、リゾルベントっていうのはこれの逆行列ですからまあ,あの要素を入れ替えたり符号を変えたりしてこの行列式で割ったらいいですよね 2×2 の逆行列ですそうすると分母のとこに全部この s0-5s-2 っていうのが共通で出てくる格好になります で行列数関数っていうのはこの e の at っていうのを逆ラプラス変換すればいいので、えー、これの逆ラプラス、まあ、それぞれを逆ラプラス変換すればいいということになりますね。はいでまあ、計算方法としては以上です。でまあこれの逆ラプラス変換なんかめんどくさいなって思うかもしれないんですけど、えー、多分このやり方が一番 2×2 程度の 2×2 とか 3×3 ぐらいの小さいサイズの場合には えとこのリゾルベントの逆ラプラス変換として行列数関数計算するのが、まあ、一番あの例外とか場合分けがないので確実だとは思います。まあ、ちょっとこの辺りあのもう一つのですね対角化をする方法とかっていうのはあの次回別動画で少しお話をしておこうと思います。はい、でまあちょっとこれ計算例ですね。えっ、ー、とあのそれぞれの要素を逆ラプラス変換するときに皆さんの部分分数展開っていうのをすることになると思うんですけど。 えー、行列ごとできますよっていうのをちょっとあのやり方だけ教えておきたいと思います。これはあの多分まあ高校受験とか大学,大学受験とかかなあの部分分数展開の,あの統一的なやり方っていうんで習ったことあるかもしれませんが例えば S-AS-B っていうふうに分母が因数分解されてる時に、えー、これを部分分数展開分解しようと思ったら、えー、こんなふうにします。S-A 分の1と S-B 分の1の線形結合にするんですけど。 えー、こっちの係数は、えー、っとこの s-a を消した s-b 分の k の s のとこに s-a のコンを入れるということで s-a を払って s イコール a を入れるっていうふうにやって出てくるんですね。で同様にこの s-b 分の1の方の係数は s-b を消してここに s イコール b を代入したものが出てくると。こういう格好になります。でこのやり方。 行列サイズで丸ごとやってもそのまま使えるんですよ。今やろうとしているのは、えー、これですね。これ。これの逆ラプラス変換をしようとしてるんですけど、ですかね。これあの、えー、ファイエこ,ここまで展開せずにここの段階で今やろうとしてます。これの,あの部分分数展開をしましょう。で、ここが、まあ、分母のところがこう2次になっているので、s マイナスラムダ1分の1っていうのと、 S-λ2 分分ののってて、いいううやつに分解ししそれぞれぞ係数を求めまょとでこれ今、えー、それぞれの係数も行列になってるということなんですね。はい全体が行列の文脈ですから。で S マイナスラムダ1分の1の方の係数行列は、えー、これを消した上で S のとこにラムダ1を入れる。だからここにラムダ1入れてここにラムダ1入れてここにラムダ1入れてっていうのが、えー、こっちの方の第,第1個の係数になり で、同じく、こっちの s マイナス2消して、ここにラムダ2入れて、ここにラムダ2入れて、ここにもラムダ2入れてってやると、第2項の係数になります。よろしいですかね。で、まあ、あの、ちょっとごちゃっとしてますけど、これもだから全部定数になっちゃってるわけです。で、えー、そうすると s、s マイナス1分の1に定数行列かけて、s マイナス2分の1に定数行列かけてって格好になってるので、 ここの部分だけですね。ラプラ線間で関係してくるのは。そうすると、これは逆ラプラ線間して E のラムダ 1t。こっちは E のラムダ 2t になるわけですから、えー、E の AT っていうのは、これに E のラムダ 1t かけて、これに E のラムダ2かけて、2t かけて足すので、あの、えーまあ、それぞれのですね、例えばラムダ1マイナス4に E のラムダ 1t、えー、ここに、 e のラムダ2かけ t でかけて足すと。この係数のところ、これ符号変わってるだけですので、1つにくくっちゃって、こんな風にまとめることができるというわけです。で、見ての通り、えー、個々の要素っていうのは全部行列数関数の線形結合になってますよね。はい、こうやって計算することができます。はい、ということで、まあ、ちょっとあの復習を兼ねて、くどくどと例題やっておきました、詳しめに。 さて、えっ、ー、と、今、何ができてたかっていうと、x イコール、えー、まあ、第1項の方だけ分かったんですね。初期値応答、初期状態に、えっ、ー、と、e の at をかけたものが初期値応答ですよって分かりました。で、第2項は何ですかというと、まあ、これ初期状態が0の時の入力の影響ということになるんですけど、まあ、これ c かけて y にして考えるとですね、y イコール cx ですね。ここに c かけると、c かけると、まあ、ああの、 逆ラプラ戦果の線形性でこの C 中に入れても一緒ですから C 括弧 Si−A のインバース b かける u ということになりますね。では当然ですけどここ伝達関数なんですよね。入力 U から出力 Y までの伝達関数っていうのがそのまんま出てきます。はい。まああの伝達関数がそもそもあの初期状態0と置いた時の入出力関係なんで、まあ、当たり前なんですけど。 で,えー、ですからこれはここ GS っていうふうに書いてしまえば、えー、G×U の逆ラプラス変換です。でこれはのラプラス変換のもともとのですね L8 畳み込み積分の,あの関係を思い出してもらいますと,、えー、とこの G の逆ラプラス変換と,、えー、と U の逆ラプラス変換である UT の畳み込み積分この時間のタイミングをちょっとこう出口スタートとゴールからこう 逆方向にしに動かして掛け合わせて積分したものというのになります。でこれ伝達関数の逆ラプラス変換ですから、えー、もちろんこれはインパルス応答重み関数というものなんですよね。はいですからまここはもうすでに伝達関数のところでやった、えー、インパルス応答と入力の畳み込み積分に他なりません。 はい。ということで、まあ今日はあの状態補テ式の回の振る舞いのまあ一般論をまとめておきましたけども、えっ、ー、と、まず初期値応答と入力の影響の項の2つでできてますよ。で、初期値応答の方っていうのは行列数関数で決まるよ。行列数関数はリゾルベントの逆ラプラス変換ですよっていうこと。それから入力の影響の方はまあ入力と伝達関数の畳み込み積分で決まるよという話をしてきました。 じゃあ、あの次回はですね、もう少しこの、まあ、特にこのあたりの初期中央との振る舞いについてグラフィカルに実際どうなってるのってことが見えるように話をしたいと思います。